始まった？始まりました。今日はタリーズからお届けします。イエーイ。ここブラック。ミルク入れないんですか？ブラック好き。お砂糖も全く入れない？二人とも入れないです。入れない。毎日飲んでますね。ブラックで毎日買いに来てますここに。花ちゃんよく持ってるもんねタリーズのカラス。二人はバレンタイン限定の。って書いてありましたよね。可愛い限定の。そう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 。でこちらが私は本日のコーヒーにスチームミルクです。変わらないね。私もこればっかり頼んでます。私は宇治抹茶ラテです。おお。抹茶好き？抹茶好きなんですよ。緑といえばでもずんだ餅じゃない。そうなんです。確かに。違う色だから。仙台を思わせる。今回もたくさんトークをすごいテーマをいただきました。ありがとうございます。今日はね全員揃ったんですよね。確かに初じゃないですか。初ですか？じゃあ6人でやるのは初めて。楽しみ。どうしましょう。今日もすっごいたくさん来たんですよ。本当だ。行ってみたいところ。はい。ニックネームかずきさん。いっぱいあるね。ニックネームぼっちファン。おお。あまりおすすめしないニックネーム皆さんは空手や柔道などの武道はやってみたいと思いますか？またやられていたことはありますか？ないな。私答えてあげてください。あ、何かやってみたいなって思ってます。誰かいる？はい。私中学校剣道部でした。剣道なんだ。かっこいい。剣道初段持ってます。じゃあオリンピックの時はちょっと。そうですね。武道を注目してます。武道注目だね。これはどう？あ、クランキーさん。女子アナの皆さんの誕生日についてお話を聞いてみたいです。僕は先日26歳の誕生日を迎えましたと。おめでとうございます。じゃあこれにしますか？これいいんじゃない？誕生日について。かなちゃんもうすぐ誕生日じゃない？そうなんですよ。1月29日。はい、そうです。ありがとうございます。何歳？25になります。若いな。ですか？肉の日なんですよ。いじゃなくてご予定は？それが何にもなくてジムに行く予定を入れてます。夜本当？予約していくんですけどいつも予約をもう。いい肉の日にしてまして、もう入れたの？入れました。そのジムのインストラクターの先生にもこの日誕生日ですけど大丈夫ですかって言われて、こういう時こそ頑張りたいんですって言って、すごい素敵。そういう自分に酔うんですよ。頑張りたいんですっていうね。クリスマスもちなみにジムに行ってて、ハマちゃん？今日もですかって言われて、あもうこういう時こそ頑張りたいんですって言って。先生とは何もないの？先生は女性です。女性なんだ。誕生日らしい予定は全く？本当にないです。もう普通の平日なので、私にとっては。その前後の週末にとかあるじゃん。ないですね。パーティーさせてよ。お祝いさせてよ。みんなでやってくれるんですか？したい。ともちゃん夏生まれだよね。佐藤は8月23日生まれ。8月23なんですけども。大学時代に私実家が地元東北仙台なのでもう誕生日に帰省してちょっと親に祝ってもらおうと思ってちゃんと8月23日は仙台にいるように計画して親にも連絡したんですよ。8月23実家帰るねって送ったら親から「あごめんその日旅行緊急連絡先あんたの名前にしといたよ」って。と思ってなので私仙台帰って一人でショートケーキと缶ビールでお祝いして帰った新幹線の切符も取ってたのであっと思ってもショートケーキと缶ビールでお祝いしてなんでそこ缶ビールおめでとうみたいなのは何もなかったね。なんか寂しい話が続くな。何もなかったですね。誰か可愛い話して可愛い話します。可愛い話。ともちゃん可愛い誕生日過ごしてそう。過ごしてそう。6月2日なんですけど、織田信長死んだ日なんですよ。何そのプチ情報。なんでそんな暗い方向に。私誕生日6月2日で入社した時にもう。1年留学して遅れてたんで23だったんですね。で拓保さんがなんとか23のうちにデビューさせてあげたい。おおということで6月1日になんか初泣きがありました。ニュースを初めて読む。ニュースを初めて読む。そっか。誕生日は終えた後で過ごしてほしいっていうタコさんの配慮で。タコさんが女子の配慮。すっごいいい話ですよね。本当にいい誕生日プレゼントっていう素敵な。夫にプレゼントもらった話していいですか？そういうの聞きたい。甘いって言いたい。そう、なんか特に言ってなかったんですよ。これこんなのが欲しいとか欲しいとかも言ってなかったんですけど、多分言わなかったからちょっと多分考えなくなっちゃって、私思ってたのの倍ぐらいの値段のやつ来ちゃったんですよ。すごい。デートスペードのカバンをもらったんですけど、そのカバンにこう。なんていうんですか、アクセサリーがついてるじゃないですか。あのアクセサリーもつけてくれたんですけど、多分結構それも高かったはず。それは高いよ。でも絶対これがついてる方が可愛いからって言ってくれて、それを会社に持ってったら角瀬さんがそのアクセサリーめっちゃ褒めてくれたんですよ。本当そうですか？あるのとないので違うのよ。よかったね。すごいよみたいな。褒めてくださって、なんかもうこれ外せばずっと使えるからみたいな。今はつけてた方が可愛いけど、外してもずっと使えるからって言ってくださって、それを伝えたらすごい喜んでました。なんかバッグの話したよね。そう。だからすごい褒めてくださったから、あなんかまあ良かったと思って。そうだったんだ。5日違いだもん。当てていい？確か。むなしいの日だよね。そうそうそう。むなしいでを覚えて。覚えてって言われた。6月のむなしいの日。そうです。ピポン。6月です。あたたあた。そうそう、ちょっと近いんですけど。5日違いで。女子っぽいことが好きなタイプで、絶対夫にもそうなんですけど、付き合い始めの頃からずっといや誕生日だから。特別なスイーツ食べたいし、こう例えばレストランとか行ってもデザートはメッセージ付きがいいから。っていうタイプ。言ってもらえるとでもね、嬉しい嬉しい。もう最初に言ってあったから毎年忘れてないよねっていうのをこうハラハラしながら行くと必ず覚えててくれて、ちゃんとハッピーバースデーちかこって書いてあったり、一言添えてあったり、ちゃんとメッセージ付きのスイーツをいただいてます。それが毎年の楽しみ。じゃあ新しいスイーツに挑戦したりとかするってこと？いや、もう本当に美味しいケーキとメッセージさえあれば満足。今年はここのケーキかこういうメッセージかっていうのを毎年楽しみに。去年は何だったの？去年はたったこう3人家族の大きなホールケーキにメッセージ付きでした。ろうそく32歳って載ってて、そういう数字のやつ。そう。愛されてるね。そういうのが好き。何か特別な場所でご飯食べたりとか、何かお出かけしたりしたい派なんですよ。で、毎年一緒に過ごしてくれているのがりょうこちゃん。あのりょうこちゃんね。りょうこちゃん。福岡でできた親友のりょうこちゃんという同い年の同期の女の子がいるんだけど、いまだに仲良く12年の中になるんだけど、そのりょうこちゃんがいつも。もう毎年お祝いしてくれて、でいつもなんか安い居酒屋とかしか行けないけど、その時だけはって言ってなんか特別なちょっと高いイタリアン行ったりとかフレンチ行ったりとか、高いんだけど2人でこう乾杯って言ってお誕生日お祝いして、で涼子ちゃんがそれこそプレート付きの準備してくれて。で必ず長いお手紙書いてくれる。手紙一番落ち着くし、何でもなんか言いたいこと言い合えるし、ファッションの好みとかも何でも合うし、本当にもとこちゃんが男だったら結婚したいぐらいみたいな。でりょうこちゃん誕生日には私も同じ気持ちですりょうこちゃんが男だったら結婚したいですみたいな。もう私の誕生日はりょうこちゃんです。とにかくりょうこちゃん。10月1日ですよね。10月1日。10月1日って消費税増税なった日だったんですよ。そうだった。はい。なのでその特別なちょっと高いとこ行くじゃないですか。消費税 10% だったところがちょっと9月30日だったら8%だったのにと思って。残すは3。なんかここまでハードルが上がったら私すごく楽しみです。番号ですね。いやちょっと待ってこれそんなことないし。一番できるの期待してます。プライベートジェットでみたいな。2月が誕生日なんだけど、はい、結婚してからはちゃんとお祝いしてくれるようになったよね。でもそれはいいんだけど、なんか最近ちょっとおろそかになってるなみたいなのがあって、で夫に言ってもあれだから、うん、そうだこれは息子を使おうと思って「でねママね黄色いお花が欲しいんだ」って言ってねまあもうずっと入れ知恵してたわけ。私の誕生日の前夜に16日に夫と息子2人3人でちょっといない時間があったわけで、まあいいやと思ってで帰ってきたらガラガラって言って一番の秘密にしておけない5歳のねまあその時4歳の男の子が「ママ買ってきたよ」ってそしたら夫が抱えきれないぐらいの黄色いバラを持ってきてくれて。って思って私でも本当はミモザっていうね黄色いお花が欲しいなって思ってありがとうって言って写真をいっぱい撮りましたとさ。あ、その写真ある。トークテーマも募集しておりますので皆さんぜひよろしくお願いします。せっかくなんで自撮りしましょう。はい。あ、そうだね。撮りね。自撮りしましょう。じゃあ撮りますか。はい。あ、自撮り。どう行けばいいかな。どう行けばいいんだろう。6人入るかな。後ろに行った。私がでも前だから。ちょっと詰めて。あ、詰めます。ポーズ何かあります？誕生日。誕生日。今日バラじゃないですか。バラ。じゃあ行きます。はいチーズ。いいね。大丈夫です。私も欲しい。あもう送ります。自撮り終わった。6人揃うことなかなかないからすごい貴重な。貴重だね。後で送ります。お願いします。ありがとうございました。よし。あ終わった。